さあ我々は今ですね集英社に来ております。突然の展開ですね。そうなんですよ、スタジオ飛び出して。そうなんですけど、これねランキングが重要になっているということで、早速参りましょう。続いてのまだ決まっていないランキングはこちら、松本潤が今やりたいこと。素晴らしい、素晴らしい企画です。ランキングなんだ。これは松本くんだけですか？僕ら皆さんは自由に今日見学しててください。そうなんですね、我々だけでやってくるんで。集計一人でナンバーワンをゲットしたということです。すげえランキング。俺ら聞かれてないからね。いやいや、みんなにも興味あることよ。あ、本当？うん。さあ、ということで参りましょう。こちらです。ワンピースの作者尾田栄一郎さんとワンピースをもっと知りたい。いや、もう来ました。尾田さんってだってテレビって出るの？いや、めったにですよね。顔は出されてないよね、今回の顔出しはないんですが、我々はね、うん、もう一度お会いしますから、はい、しておりますから、うん、顔知ってますね、内田はね。本当知ってるね。日本で一番売れている漫画ワンピース、伝説の海賊王が残した大秘宝ワンピースを求め、主人公のルフィが仲間と共に冒険を繰り広げる物語。現在コミックスは96巻まで発売され、これまでの累計発行部数は何千万部を突破。最も多く発行された単一作者によるコミックシリーズで、ギネス世界記録にも認定されている。名実ともに世界一の漫画ワンピース、その作者こそ尾田栄一郎さん。めったにテレビに出演されない尾田さんが、今回は嵐のために特別に時間を取ってくださいました。あ、黒先生もいるじゃない。そうなのよ、もうめちゃくちゃいるよ。だから本当ワンピースだけじゃないからね。すげえな。鬼滅の刃もそうですしね、僕のヒーローアカデミア、ヒーローアカもそうですから。あ、こんにちは。こんにちは、こんにちは、内藤と言います。よろしくお願いします。俺見たことある。なんでなんかね、ワンピースのなんかクイズやってましたよね。あ、よくご存知で。はい、出迎えてくれたのはワンピース担当編集内藤さん。ちょっとそろそろ尾田先生いらっしゃると思うんですけど、先に中で編集部ご覧になってお待ちください。すごいね、みんな中に入っちゃっていいんですか？映しちゃっていいんですか？大丈夫、今日ちょっと休日で人いないので、はい、適当に机を漁るなり。適当に机を漁るなり。お宝探しをしてみてください。なんか毎週日本一の発行部数を誇る雑誌、週刊少年ジャンプ、ドラゴンボール、ナルト、鬼滅の刃などメガヒットを次々生み出す編集部の中は一体どうなっているんでしょうか。見えちゃいけないものとかないんですか？今日は大丈夫です。お邪魔します。それ今出てるやつじゃない？すげえな。あの、明日発売のジャンプってどこにありますか？いっぱいあるわ。ここら辺がね、ハイキューっていうバレーボールのアニメだったりとか。フィギュアが多いな。ねえ、楽しい。ね、楽しい。こんだけあれだよ。これ新しいやつだよ。新しいのあった。明日発売の。これはあれじゃないですか。違うわ。なんだっけ。勝手にやっていいのこれ。あ、かっこいい、かっこいい、かっこいい。怒られるの俺だって。これ勝手にやってます。勝手にやってます。まんね。普通に見ちゃってる。普通に見てるよ。あの人ジャンプ普通に見てるぞ。取材ですから、ね、今回は。じゃあこれ一回置いといて。リーダーチョッパー好きだもんね。リーダーこれチョッパー好きあったよ。あ、チョッパー。懐かしい。かわいい。あ、すげえ。鳥山先生のボックスがある。え、秋元先生も見ちゃう。ああ、これ中さん何ですか？そちらもファンレターが入っております。うわ海外から。すげえ。ちょっと待って、これすごくない？これの次の原稿。はい、原稿のコピーですね。ここに2週分あるってこと？2週分あります、ね、すげえ。てかめちゃくちゃ盛り上がった原画。あ、これは、コピーですね。コピー、はい。
でもコピーでもこんなに綺麗ですね。はい、いやもう銀河はもっと綺麗なので、ちょっと初めて見た時はびっくりします。ちょっと俺まだ合併号も読んでないのにこれネームですか。あ、これがネームですね。これだったら、あ、カイドウだなって思いながらで、ウォロロロロで、あ、絶対カイドウだなっていう。いやいや、もうなっちゃってるじゃない。もうなっちゃってるじゃない。そうだ、なっちゃってるじゃん。まだそっち読んでないんですよ、俺。お願いしますよ。そうだ、すげえ。いや楽しい、すごいね、楽しいよ。すごい、ここめっちゃお宝あるよ。嘘、この机。いや、もうやばい。ここにもお宝があるわけでしょ。いや、すごいよ。悪魔の身がある。こんにちは。こんにちは。じゃ、こんにちは。すいません、嵐の皆さん。はい、はい、小田先生がいらっしゃいましたので。あ、すいません。じゃ、皆さん集合です。先生、いやー、一生遊んでられるわ、ここ。はい、小田さん、お願いします。おはようございます。おはようございます。おはようございます。お願いします。この説はありがとうございました。このお方がワンピース作者、小田栄一郎さん。1997年に連載をスタートしてから現在まで23年間にわたり日本漫画界のトップを走り続ける超売れっ子作家。普段は自宅で作業しているため集英社にはほとんど来ない小田さんも、23年ぶりという集英社ならではの超お宝を見せてもらうことに。あ、私も。じゃあぜひ一緒に。じゃあちょっと行ってます。はい、行ってきますね。いってらっしゃい。先生来るんですか、編集部。あんま来ないです。いつぶりですか。あ、でも対談とかで来たりするから。あ、そう、うん、そんな、そう。お宝を、これが実は、そーっと取り出していただきます。はい、私持ってきたな。やばなんか、やばなんだこれ。なんだ、もう一回これで CM またげるぐらいで我々覗けてないから何があるのか全然わかんないですけど。わかんない。やばやば、これちょっといきなりやばいぞ。やばい。何そんな大きな声。俺持っちゃっていいのかなって感じよ。なんと、ワンピースの1話の関東カラーです。へー、1話って本当最初の最初。先生も久しぶりなんじゃないの。23年ぶりですよ、だから。うわ、これ原本ですか。生です。いや、ちょっと怖っ。そうだよね、それしかないわけですよ。これしかないんだよ。そうだよね。松本が持ってきたのは世界で一つしかない小田栄一郎さん直筆の生原稿。それも23年前に描かれたワンピース第1話という超激レアのお宝です。見たいですね。本人がどうですか、久々のご対面。うまいっすね。うまいっすよ。めちゃうまいっすよ。自分で書いてる。自分で書いたんですよ。いや、だってさ、ワンピースファンの皆さんの中ではこう1話にさ、いろいろと謎があるって言うじゃないですか。っていう考察してる人とかいるじゃん。そこにもうすでにいろんなこう伏線があるんじゃないか、映ってるんじゃないかっていうね。構想はあと何年ぐらいとか決まってんですか。あと 4、5年。4、5年か。4、5年後何やってんだろう。最後の終わり方はもう先生の中でもうこれだなんですか。もう間違いないですね。すげえ気になるよね。どうですか、めっちゃ面白いですか。めっちゃ面白いです。気になる、ね、自信ある。気になる。担当もだから変わるたんびにこう全部話さなきゃいけないんですよ。そうで、1からですもんね。ね、面白いよね。そう、あ、知ってるんだ。じゃあ歴代の編集の方はもうみんな終わりは知ってるの。そうですね、はい、我々は聞かされております。面白い、もう本当に面白いです。すごいな、その話。去年嵐とワンピースのアニメが共に20周年を迎え、ワンピースの大ファンである松本たっての希望でコラボが実現。小田さんによる直筆イラストも公開されました。一番最初、僕らからオファーが行った時ってどう思いました。
あ、嵐かと思ってあのね、難しいんですよ。あのかっこいい人たちが一番難しいんですよ。正直に言っていいですか、うん、最初僕どことか分からなかったんですよもうめちゃめちゃ髪の毛赤いから。ああ、これかき分けとして、うん、あ、なるほど、バランスですね。バランス取ってくれたんですよ。大野くんもすっごい迷ったんですよ。あ、そうなんですね。僕の印象がマスコット的な人だった、うん、僕はだからチョッパー的立ち位置で描かせてもらったんですよ。最初に描いた輪郭が四角なんですよ。へえ、うん、なんかやっぱこうより可愛くっていう感じで、あ、すげえ。あ、これ最初ですか。最初です。確かに大野さんちょっと四角めだね本当は。でただ印象だけで描いて、配置の、はい、配置を決めるためのラフだから。あ、すごいな。この時はあんま写真とか見ないんです。これな、これ何で描いてるんですか。これは iPad。 iPad、 iPad でリーダーの何でも描けるんだ iPad。 iPad なんだ。すごいな。何も見ない。あ、なるほどね。このプロセス面白いね。でも大体こう似顔絵はアナログ作業が多いから、うん、割とここには映り込んでないやつが。先生これは今何をやっている作業なんですか。この顔の顔をちょっと似せようとしてますね。ちょっとずつ変えて、本当だ、いろいろ実験して。これ何かあるんですか、そのベースが。全部自分で描いては消して描いては消してなんですか。そうだ、もう見たって思う自分の感覚を信じるしかない、ね、ここだっていうところで。じゃ結構見てもらったんですか、嵐の写真とか。僕ね、あのね、絵描いた日は世界で一番嵐を見つめてたとすげえ見つめられたって嬉しいな。小田先生に見つめられてたんだ。ずっと見てました。あの僕の口が大きいじゃないですか。口、あれって先生のイメージですか。もう口の人っていうか、口の人時の人みたいな口の人の人。相葉くんね、あのね、はい、ラジオンやってたでしょ。やってました、やってました。相葉って、相葉くんがすごい自分の名前叫ぶんですよ。はい、それ覚えてて。ええー。それでラジオ、うちの仕事場ではなんか元気くれる人みたいな。そうなんですね。誰が一番難しかったんですか、この5人だと。松潤くんです。あ、俺なんです。なんですかそれは。最初気を使いすぎたのと、あとね、気を使う、なんで気使うの。みんな気を使うよ本当に。これ違いありますね。本当だ。最初が左ですか。最初が気を使った左。じゃめちゃくちゃ気使ってるんですね。でも右とかも色を塗った後もちょっと計算に入れ始めているから、うん、影をつけるとここはちょっと距離が短くなるとか、うん、そういうのあるので。確かに先生のイメージもね、入ってるからね。嬉しい。でもこれは本当貴重な経験となったわけでございます。さあ、ここですね、小田井町さんとワンピースもっと知りたいということで、まずは謎すぎる小田さんの素顔に迫っていきたいと思います。まずはこちら、先生の1週間。気になるな。気になるね。打ち合わせ、ネーム作成、3日、4日目でネーム締め切り。理想的ですけどね、これは。じゃあそのネーム締め切りが4日で終わってないことはあるんですか。がほとんどですよね。ほとんど。そうなると編集の人からこう催促みたいなの来ないんですか。来るんですよ。うるさいんですよ。そのイメージあるな。そうだね、なんか編集の人がバーッと。作者と編集の、ね、関係はね。そうそうそう。今好きな漫画ってあるんですか。今好きな読みます、漫画。いろいろ結構流行りものって読むんですよ。あの、まあ、今どういうのが売れてんだろうなっていうのはやっぱ興味あるから、ネットで漫画面白いって入れて出てきた漫画。めちゃくちゃ素人かも。もうちょい調べるとあんじゃない。編集部に聞けばいっぱい送ってくれますよ、しこたま。知れば知るほど謎だらけの小田さん。そんな小田さんの素顔を明らかにするため、今回はワンピースの歴代編集者にアンケートを実施。長い時間を共にした担当編集だからこそ知る小田さんの素顔に迫ります。歴代編集者に聞きました。実は小田先生はこんな人ランキングをやりたいと思います。最初はこちらです。連載会議に3度落選。これ初代の編集担当の方にお話を伺いしました、うんうん、小田君が新人作家の頃、ワンピースが2回目の連載会議に落ちた後、理由を説明するために小田くんに編集部に来てもらいました、うん、その時先輩の編集者が、小田くん
今回のネーム面白かったから会議通ると思ったのに意外だったよと小田くんに話しかけました。それに対しての小田くんの返事が、僕が一番意外でしたよ。私はこの小田くんの一言が忘れられません。いやそうですよね、自信持って言ってるんですもんね。尖ってましたからね。いや残念でしたとか、また次頑張りますとかじゃないのよ、うん、僕は一番意外でしたよ。全部敵だと思ってたんで。マガジン行こうとか、あサンデー行こうとか、うそうならない、ならないですね。ならない。僕あの鳥山明先生を大尊敬して、ずっと今でもそうですけど、やっぱ同じ雑誌で書きたいっていう。先生はこのワンピースが初連載ですか？そうなんですよ。じゃあこれ一本ですか？これの一発屋で終わろうと思ってます。長いのよ一発が。続いて4位に参りましょう。4位はこちら、打ち合わせの電話は最大12時間。すげえ、12時間話せますか。6代目の編集の服部さんからお伺いしました。これはね、でも最大ですよ。もう本当に、まあ、20年で1回2回の話ですよ。でも12時間ずっと打ち合わせで話すんですか？ほとんど話してないです。話してない、受話器置いてるんです。で眠書いてるんです。あ、結局最低でも 3,4 時間ぐらい、まあ、最大で12時間ぐらい打ち合わせしたことがあるんですけども、電話の半分くらいは小田先生が聴講していて無言なのですが、ついうっかり寝てしまったことが何度か服部さんはあるということ。いろんな担当ありますね。やっぱ夜中とか多いから、生活リズム編集者と違ったりするんで、はい、いびきが聞こえてきて出たなと思って。先生家に編集の方が来てその場でやるっていうやり取りはないんですか？昔はありました。それが普通だと思います。え、小田さん家ってどれぐらいの大きさなんですか？噂程度ですよ。噂程度で聞いたんですけど、あの小田さん家には ATM がある？ないですね。何食い気味。なんかその噂程度、あれ何の噂なんですか？分かんない、よく聞かれるんだけど、何ですかね、その意味をよく考えてほしいって。誰がそこにお金を入れに行くのか、確かにそれ金庫じゃダメなのかとか。サインに参りましょう。サインはこちら、冗談が好き、これは編集杉田さんからいただきました。担当変更で初めて挨拶に行った日に、開口一番チェンジでと言われました。冗談としても心臓が止まりかけて、え、チェンジ、そんな制度うちの編集部あったっけと本気で考えてしまいましたという。面白いな、うん、これは覚えてますか？覚えてます。これね、杉田さんっていう人はですね、僕の友達の島袋道田さんの元担当で、はいはいはい、彼の失敗談を1個聞いてたんですよ。だから、あ、もうあんな失敗されるんだったら嫌だと思ってチェンジって言ったんですよ。冗談じゃない、ビッグってなったでしょうね。ちょっとじゃあ思ってたんですね。いや、もう本当はもうめちゃくちゃできるやつなんですね。へー、冗談。杉田さんが8代目？8代目です。今、先生、トータル何代？今何代目ですかね。内藤さん、え、僕が9。徳川家の会話みたいな。第2位に参りましょう。第2位はこちら、まだまだ大田さんの衝撃ランキング、丸々万円課金と。さあ第2位に参りましょう。第2位はこちら、自分のゲームで丸々万円課金と。これも杉田さんからの話です。ワンピースのゲームってことですね。ワンピースのゲームですね。そうですね、大田さんは自分のゲームのガチャをめちゃくちゃ引きます。自分のガチャでは、今回は激レアシャンクスが出るみたいな目玉のキャラがあり、うん、自分で課金してガチャを回しまくります。ファンと同じ目線で楽しむ、本当に面白いのかなっていうのまずあって、うん、まずとりあえずやってみるんですよ、うん、どういうゲームか。激レア出たんですか、その時は？だいたい意地で出しますね。すげえ、僕が考えたんだけどなと思って。さあ続いてまいりましょう。第1位はこちら、ネームで号泣。どういうこと？さあ杉田さんからでございます。 どちら、ネームの上がりがめちゃくちゃ遅かった時のこと。昨日の夜上げなきゃならないのに、次の日の深夜とかその次の日の朝になっても上がらなかった、うん、印刷所とか編集長からも、どうなのどうなの、上がんの、部数変わるよなどとめちゃくちゃプレッシャーをかけられ、ちょっと待ってくださいちょっと待ってくださいと、うん、ずっと杉田さん編集部で一人きりで待ってました、うん、マジでやばいなと思ったらネームが上がり、くっそーこんな待たせやがってと読んだら、
すごく泣ける回で、さっきまでめちゃくちゃイライラしていたのに感動して泣いてしまいました。小田さんに電話で面白くて泣いちゃいましたと言ったら、小田さんも僕もそこ泣きながら書きましたと言っていました。それはレベッカとお父さんが再会するシーンだったんですが、多分お子さんもいらっしゃるのでより感動したのではないでしょうかと。僕ね、不思議なことに人の漫画であんま泣かないんですよ。自分のは逆に泣くまで書かないと、うん、読者に出せない。自分も感動しないのに、うん、人に感動してっておかしいだろうって思って。まずはそこなんだ。こう頭の中だとものすごい熱い話ができて、これは感動素敵と思ったんだけど、やっぱ紙に起こして感動してもらえるような演出ができているかどうかまた別の話だから、技術的なものもあるし、うん、いやこれじゃまだ涙も出ないっていうのは何回も何回も書き直すから。そんな泣いてるんだ。じゃあ小田さんが人生で一番泣いた漫画はワンピース。ワンピースですね。いやいい話めちゃくちゃ。ここからは執筆活動で超多忙な小田さんが番組のために時間を削り自ら考えてくれたランキングを発表。まずはこちら。マジ小田さんに聞いたワンピースの好きなシーン、ベスト3。これちなみに今までこの話ってしたことあるんですか？いやあんまりないです。一生懸命選びましただから。面白い。その当たり前なのは外しました。あの連載開始から23年目を迎える大人気漫画ワンピース、そこには数えきれないほどの名シーンが存在します。果たして作者である小田さんが好きなシーンとは一体？小田さんに聞いた好きなシーンベスト3こちらです。これもう3位と1位は分かるんだけど、うん、この2位のこれなんどこですか？ね、シャボンディ諸島の入り口なんですけど、うん、シャボン玉の仕組みを説明するシーンで、はい、ロビンがそのシャボン玉を触ってみて、うんうん、やだベタベタするわってウソップの足で拭くっていうシーンこういうなんだろうな、ちょっとしたリアリティというか、うんうん、あ仲良くないとこれできないな、関係性とか、あロビンもそこまで仲間に溶け込めたかみたいな感慨深さと、その些細な良さ、いいシーンを描けたっていう自分の嬉しさというか、なかなか漫画で描かないでしょ。それ本数自体はちょっと違いますもんね。全然関係ないですね。キャンプファイヤーシルエットのやつですか？そうそうです。これ綺麗ですよね。これは空島を始める前に一番描きたかったシーン。へー、じゃこれはもう構想にあったってことなんですね。これだけがポーンと浮かぶ、ポーンと浮かぶ、あこういうシーン描きたい、このシーンを描くためにどういうストーリーを組めばいいかなっていう。これが3位でございます。すげえな。これでもめっちゃ綺麗だな。当たり前に用意できるのに、ここでやるのこのスピード感すごいね。ワンコそばみたいに出てくるワンコワンピース。さあこれが第1位でございます。和の国のオープニングベベ ベベント。シリーズを超えてもずっと昔から描きたかったんですよ。和の国、日本をってことですか？日本、僕ね時代劇が、ね、大好きで、侍とかね、忍者とかもね、本当は忍者もっと前から描きたかったの。うん、でナルトがやってたから、はい、遠慮してたんですよ。そうなんだ。そういうのもあるんですね。友達なので、うん、今後もそれは描きたい絵っていうのはいっぱい溜まってるんですか？溜まってます。あそうなんだ、楽しい。好きないんだな。めちゃくちゃ面白いです。いや本人がこれめちゃくちゃ面白いんだろうね。それは絶対小田さんが思う天才ベスト3、こちらです。どうぞ。3位がゴールデン X のスタッフ2位が松本太陽、うん、これもあの鳥山先生とかを外しました。もうあえて当たり前すぎるというか、もう殿堂入りなので、あんまりね僕ね天才っていうものを信じてなくて、結局みんな努力家じゃないですか、うんうん、だから天才っていう言葉もどうなんだっていうのもあるんですけど、まあ、1位なんですけど、小田さんこれはちょっと誤植でいいのです
1位なんですけど、小田さんこれはちょっと誤植でいいんですか、うん、ちょっとうちのスタッフが間違えちゃったちょっとこれいいんですよこれこれ大丈夫ですか合ってますか天才でしかなくないですかせいやでございます第1位がどこまで行っていいの最近なんかあったじゃないですかあ全然気にしない大丈夫です、はい、なんかあった後の、うん、ラジオが面白いという噂を聞いて、はい、聞いてみたんですよずっとギャグで喋ってるんですねこの人天才でしかないとじゃあそういうお笑いとかも結構見るお笑い結構好きであのでもまあスペシャル的な R1 とか、うん、あーなんかショーレース的なああいうのも必ず見て、うん、その中でもこの人すごいですよね群を抜いてたなんか YouTube とかもその後いろいろ見たらうん、ずっと喋ってると思ってこれでこれせいや君嬉しいだろうね、びっくりする本人一番びっくりしてるせいや見てるかせいや見てるかこれが一番のハピネスなんじゃない小田さんが弾く幸せの瞬間ベスト3、うん、ベスト3はこちら、ね、3位はワンピースアニメスタッフが仲がいい。うん。ルフィの仲間由美さんとか、はい、麦わらの一味の声優さんたちとか、僕昔からプライベートで遊んでて、年一ぐらいであの大阪の USJ とかにみんなで遊び行ったりするんですよ。ワンピースのショーやってくれてるから、それをまあ見に行こうって言って毎年それ恒例になってるんですけど、もうアニメも21年ですよ。うん、そうすると。まあ、結婚してなかった声優さんたちも結婚して子供生まれてってなるとこう親戚の寄り合いみたいに本当になっててだから生まれた時から知ってるから大きくなったねって感じでじゃあ仲がいいとかのレベルじゃないんだ、まあ、親戚なんですよね親戚の集まりだ、うん、そして1位が健康ランド健康ランドが大好きでですね行くってことですもんね行くんですよもう原稿明けで結構疲れた体でもいろいろ凝ってるところへ温泉に突然入れて、うん、でそう上がったらもう牛丼もあるし焼き鳥もあるし寿司もあるあれね食べ放題でめちゃくちゃ楽しいんですよゲームセンターもあるしもうこれ家族でねそこ行くのがもう楽しくて意外だねすごい庶民的なところだったんで意外でしたね、うん、でも健康ランドなんかに行き続けて小田さんお金使い切れますなんか建てれそうだよね健康ランドワンピースランドを建てられそうだよ、ね、でもね健康ランドをもっと早く知りたかったっていうか、うん、僕ね人生の勝ち組ってね健康ランドのそばに住むことだと思ういいところにでっかい家を建てるんじゃなくて、うん、そうそうそう健康ランドの近くにどれだけ近くに行ける勝者ですよねいやということで本日はもう以上となってしまいますけどもあらしゃみなさんいかがでしたかいや小田さんが何よりワンピースのこと大好きだっていうのがめちゃくちゃ伝わりましたよねうん最後どうですか今回松本さんの、ね、ちょっとやってみたいことになりましたけど最後もし聞きたいことがあればどうですか皆さん今年でいいんですかいやもちろんもちろんすごいいいですいやもう一つだったらもう決まってますあ聞いてみましょうはい小田さんに電話番号はいいですよぜひいいですよ LINE にしましょうかはい、うん、ちょっと本当に電話は僕出ないからあの担当かなと思ってめちゃくちゃ担当嫌ってるめちゃくちゃ担当嫌ってるワンピース連載終了まであと 4-5 年小田さん自身が絶対に面白いと言い切るラストには一体何が待っているんでしょうか小田さん日本国民いや世界中が楽しみにしております